稲バスターミナル稲バスターミナルは、長野県稲市西町地区春日町第一の稲市駅西側にある稲バスのバスターミナル。稲市内、近郊を走る路線バス、高速バスが発着する。停留所名は2017年5月17日までは、高速バスは稲市一般路線バス及び稲市街地循環バス、稲本線は2017年5月17日までは、 稲営業所となっていたが12月7日からは稲バスターミナルに統一された。2017年3月3日まで JR バス関東が運行していた順環バスは稲バス営業所となっていた。建物は平屋建ての構造で待合所のほか、乗車券の窓口、売店などがある。2017年5月から12月にかけてバスターミナルを建て替えることになった。これに伴い、 同年5月18日から12月6日までバスターミナルに発着する。一般路線バスは稲橋本社方面は臨時移設、三ノ輪方面は休止とする。高速バスは稲橋本社前停留所での乗降扱いに変更する。建て替え工事が完了。12月7日の始発便から再び営業を開始することになり、前日の通りバス停名を 稲バスターミナルに変更した。2021年4月1日から JR バス関東の高等線も乗り入れを開始した。稲バスターミナル全体図建て替え後、稲バスターミナル乗り場全体建て替え後、稲バスターミナル高速バス自動券売機予約、発見のみ。ありがとうございます。